にちは、シーラモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのは川崎ゼファー会のご紹介です。こちらですね、いかがでしょうか。見た目通りですね、カスタム FX 外装 E4 カラーの外装ですね、カスタムでまとっている1台です。そしてマフラーにはですね、ブラックの集合感、やはり空冷4気筒にはですね、ブラックの集合感のですね、相性は非常にいいと思います。そしてアップハンドルなどですね、細かいところもカスタム済みの車両となりますので、早速ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りですね、ヘッドライトマルチリフレクター装備となっております。大きな点灯傷割れもちろんございません。ウィンカーはですね、 FX ウィンカーですね、カスタム済みとなってます。もちろんステオレ、レンズ割れなどもない状態となっております。川崎三股カバー装備です。はい、フロント周りですね、フロントフォーク大きなにじみ漏れ出ておりませんね。インナー部分の錆腐食ございません。綺麗な状態です。フロントフェンダー、こちらもですね、大きな点灯傷割れもちろんない状態となっております。はい、フロントホイール前にですね、3本スポークホイールです。インナー部分ですね、ゴールドにペイント済み。リブの部分ですね、大きなガリ傷曲がりもちろんございません。キャリパー固着などもない状態となっております。はい、エンジン周りです。こちらもですね、空冷4気筒エンジン、ヘッドカラーのオイルにじみ、各種大きなオイル漏れもちろんございません。キャブレーターカーのガソリン漏れ、こういったものもない状態ですね。こういったインシュレーター部分ね、非常に綺麗な状態です。ビートのですね、ゴールドポイントカバー装備となっております。フレームですね、ブラックにペイント、大きなサビ腐食出ておりません。ボルトも非常に綺麗な状態ですね。サイドカバー Z400FX のですね、カスタムとなっております。こちらもですね、大きな割れ、こういったももちろんございません。ステップ曲がりなどもない状態です。はい、マフラーです。こちらですね、ブラックの集合感となります。後ほどですね、サウンドの方をご紹介したいと思います。はい、リア周りです。リアホイールはですね、インナーゴールド、大きなガリ傷曲がりもちろんございません。キャリパー固着などももちろんございません。はい、テール周りですね、こちらもですね、特徴的なね、キュッと跳ね上がったですね、跳ねて大きなね、割れ、こういったももちろんございません。 FX 仕様のね、テールランプ、ウィンカーなどもカスタムになっております。はい、シートです。フロントシート、リアシートともにですね、大きな切れ、破れもちろんございません。はい、タンクです。 E4 カラーのですね、 FX 外装、大きな、へこみ、傷、こういったものね、もちろんない状態となっております。はい、タンクライムですね、タンクライム大きなサビ腐食もちろんございません。ではエンジン始動していきたいと思います。はい、ギア上がりいきます。非常にですね、FX 処理しっかりと仕上げた1台になりますので、おすすめの1台となります。皆様のお問い合わせお待ちしております。